物売り、物売りは、路上で移動しながら、主になり物や、独特の売り声を発しながら呼び込みをして、食事を提供したり、物品などを販売、修理や、古物や、廃品の買い取りや交換をするもの、引き売り、引き売りとも言うが、物売りの声、引き売りの声という言葉が、一般的になじみ深い。屋台や、行商や、町商と重複する部分もあるが、行商は、 固定客に対しての訪問販売が主であり、町商は、市や縁日で一緒で泊まって商売することや物売りが、必ずしも屋台ではなかったことから区別することができる。日本の歴史上、行商する女性を総称して、半女、行く女、半夫と称した。日本以外の物売りについては、行商を参照。鈴木春信が、水売り水売りの少年が描かれている浮世絵、江戸時代から、 坂になり、ぼてふり、ぼうて売りと呼ばれていて、日用品の食材から生活必需品まで衣食住に関わるすべてのものが売られており、幕府の許認可を受け観察を持ったものだけが営業できた。これに違反すれば厳しい処罰があったが、生活困窮者や弱者の就業を目的とした幕府の政策でもあった。江戸時代では一部の物売りでは、物売り声という、 大道芸で、物売りの声で芸をしながら、物売りをして、現代では、物売り声だけの大道芸が残っている。季節物の販売も多く、連の葉木内の傾向もしいが、市や、西寺の門前町などの町商は、場所代や、既得権が必要であったが、ボテフりは歩き売りという形をとっていたのが、町商などとの際であり、また季節物ではない代表的なものとして、夜泣き蕎麦屋や、 寿司屋などが挙げられる。当時は、第八社ではなく主に道具や、商品や、食材の入った箱やザル、籠や桶などを両天秤にして、天秤棒を担いで売り歩いたので、ボテフりと呼ばれていたが、道具や品物の入った箱を、片方の肩で担いで売り歩く者もいた。江戸時代にはその場で調理する屋台だけでなく、調理済みの天ぷら、うなぎのかば焼きなどを木箱に入れ、物売りが売り歩いていた。 近年では自転車やリアカーをもとに、形だけではなく、設備も充実させ、煮炊きができるもの売りも増え、昭和初期から昭和40年代まで品を買い世間で、一般的に見られたが、江戸時代から変わらず続いた豆腐売りや納豆売りや、金魚売りなども含め、今では、ほとんど見ることはなくなった。しかし現在では、自動車に設備を乗せ決まった場所で、食事や弁当やパンなどを調理、 販売をしているものも見られる。また高齢化社会に伴い利順のみならず、地域振興や福祉目的を持っていくつかの小さな企業が物売りとして豆腐などの大豆食品を呼び込みのラッパを使うなど、昔ながらの形態で販売を始めている地域も存在する。ありがとうございます。